君は行きたい場所に飛んでいけるのだな。なんか言ったか？すまぬ、驚かせたか？君だったのか。どうじゃ、お主の友人は力を貸してくれそうか？いや、断られた。え、なぜじゃ？何か事情があるのだろう。少々複雑な事情だから、わざわざ話して聞かせるようなものでもない。それは少し厄介じゃの。なぜ？知らないはやはり閉じ込められているらしい。理由はおそらく城主の行為を拒んだせいじゃ。あの太田城主を怒らせたから今閉じ込められているのじゃ。食事は用意しているようじゃが、知らぬいが口にしようとしないらしい。このままじゃと体が持たぬ。そんな、今すぐ彼女を助けに行かなければ。あれはなぜもっと早く助けに行かなかったのだ。時間を無駄にして。いや、今さら後悔しても意味がない。そうじゃ、我もそう思うぞ。じゃが、我ら二人だけで知らないを救い出せるのかの。守衛がいるからか。うむ、聞いた話によれば守衛は二人一組、毎日三組が交代で知らないを見張っておる。警備はとても厳しい。おあさちゃんが食事を届けるとき以外、誰も知らないに会うことを許されていないのじゃ。それ以前に理人格へ入ることすらままならぬ。確かにきちんと計画を立てる必要がありそうだな。う、我はそういうのが苦手じゃ。まずは理人格に入る方法、そして守衛の注意をそらす手口。この2点が解決すれば、あとは逃げる時の手順を考えればいい。守衛に気づかれずに理人格に忍び込むことが最も理想的だが、戦いになる可能性も十分にある。そうなった時の対処法は。それに、おーい、おーい。あ、すまない、考え事をしていた。何と言ったのだ？じゃからお主、曲をかけるというなら何かの楽器を演奏できるのじゃろ？そうだが、それがどうした？よし、こっちに来い。理人閣に出発。あ、しかし。案ずるな、今すぐ知らぬいを助けに行くわけじゃない。詳しいことは道中で話す。なるほど。それにしても今理人閣に向かう理由がよくわからない。本当に頭が鈍い主人公じゃの。仕方ない、この縁結びの神が手がかりを与えてやろう。知らぬいにとって今一番必要なものは何じゃ？誰かの助けか？違う。それは見ることも触れることもできないものじゃ。しかし誰もが必要としているもの。もしかして心？ちょっと違うが、まあよい、正解ということにしてやろう。
彼女に必要なのは誰かに認められること、誰かがそばにいてくれること、一人じゃないと教えてもらうこと。それができるのはお主しかいないのじゃ。我にしかできない。知らないに手紙を渡したが、さらにお主の曲も聴けたら彼女はきっと感動するじゃろう。それにたとえ会えなくとも好意を寄せている者のために曲を捧げるのは、うんうん、劇にしたらなかなか見応えのある場面じゃ。劇？ああ気にするな、こちらの話じゃ。空の彼方へと羽ばたいていってくれ。このまま誰も届かぬ場所へ。リ、我らは羽を折られた籠の中の鳥だ。籠の中互いに出会えても籠を隔てて歌うことでしか寂しさを和らぎ、いつかあの鳥のように自由に空を飛べる日が来るのだろうか。その時、行きたい場所があるのなら、どこであろうと羽ばたいていこう。空の彼方へと羽ばたいていってくれ。このまま誰も届かぬ場所へ。リ、我らは羽を折られた籠の中の鳥だ。籠の中から世の中を眺めることしかできない。空の彼方へと羽ばたいていってくれ。このまま誰も届かぬ場所へ。リ、我らは羽を折られた籠の中の鳥だ。籠の中から世の中を眺めることしかできない。互いに出会えても籠を隔てて歌うことでしか寂しさを和らげることができない。すごい、こんなに素敵な笛の音を聞いたのは初めてじゃ。褒めすぎだ。この笛の音を聞けば知らないもきっとわかるはずじゃ。彼女を思っている人が確かにいるのだということが。どうかしたか？今の見えたか？いや、なんだ。藤の花のような娘が美人閣の中におる。
我には何も見えなかったが。え？そんな。我は確かに見た。彼女は我に手を振っておった。大丈夫か？すまぬ。知らないの件については明日の午後は改めて話し合おう。休養ができた。彼女が我の思っているものなら全ての答えがわかるかもしれん。それに何より我はあの子にとても会いたいのじゃ。夢を見た。夢の中で私は天に浮かぶ老船の中にいた。そこはとても賑やかな場所だった。明るい灯火が夜を照らし、温かい笑い声が響き渡っていた。しかし私はその環境に溶け込むことができなかった。そこはとても賑やかな場所だった。明るい灯火が夜を照らし、温かい笑い声が響き渡っていた。その光景は永遠に変わらないもののように思えた。とても大切な何かを一人で探してさまよい歩いていた。でも私は一体何を探していたのかしら。リネーさん、お食事の時間です。ありがとう。これはあの夜の絵ね。ついこの間のことであるはずなのに、なぜか遠い昔のことのように思える。またあの人に会えるのかしら。あの場所にあるのはうつつではなく夢だけです。どんなに探しても、もがいても、待っても、心を決めたとしても、すべては夢に過ぎません。夢に過ぎない。ね。人は夢を見るけれど、それが夢だということには気づけない。その中にいるものは、どうやって夢とうつつを見分けるのかしら。この声、懐かしい。一体私は何かを忘れているような気がする。この笛の音はきっとあの人だわ。私の気持ちを分かってくれた人はあの人だけだもの。さあ飛んでいきなさい。このまま誰の手も届かない場所へ。いつか
私もあなたたちのように自由に飛べるのかしら。状況です。慎重に行動しても最悪の結末に向かってしまっているということか。ええ、遅くても明日の夜に城主は理人閣に攻め込むでしょう。その前に白縫さんを助け出せればよいのですが。そううまくいくのだろうか。守衛の数などを考えると、もしかしたら戦うことになるかもしれません。申し訳ありませんが、私は戦うのが苦手で。そのようだな。容赦ないですね。心配するな、あなたは私が守る。でもここの規則をよく分かっていないから、計画を立てるのはあなたに任せたい。ええ、きっと白縫さんを助ける方法を見つけます。即席で立てた計画なので、一つでも間違ってしまったら危険な目に遭うかもしれません。ここに入ると決めた時にその覚悟はできている。そうでしたね、余計な心配でした。それでは最終確認をしましょう。私たちの計画は大きく2つの作戦でできています。理人閣の中と外での作戦です。前者の目的は白縫さんを解放し、港に着くまで彼女を守ること。後者は船に白縫さんを乗せてここから脱出すること。これはエンちゃんとカモさんにお任せしましょう。エンちゃん、ええ、私の友人の縁結びの神です。ちょっと待て、私たちと同じくこの世界に入り込んだ者が他にもいるのか。ええ、今日宴が始まる前に海の向こうから笛の音が聞こえてきました。音の聞こえてきた方を見ると、月の光に照らされた海の上にエンちゃんが見えたのです。エンちゃんは必ず私を探しに来るでしょう。音の聞こえてきた方を見ると月の光に照らされた海の上にエンちゃんが見えたのです。エンちゃんも私に気づいたようでした。その時彼女に全て説明するつもりです。あ、すみません、嬉しくてつい話がそれてしまいましたね。いや、そんなに嬉しそうな顔初めて見たかもしれない。お恥ずかしいところをお見せしてしまいました。とにかく笛の音が聞こえたということは、エンちゃんは今カモノギシンと共に行動しているはずです。脱出の作戦はエンちゃんたちが適任でしょう。ああ、そして私たちも準備が必要だろう。そうですね、白縫さんにもこの計画を伝える必要があります。そうですね、明日の朝白縫さんに届ける食事の器の下に手紙を隠してはどうでしょうか。逃げる準備をしてほしいと伝えるのです。それと迎えに行くのにも逃げ出すのにも小舟が必要です。
港で使えそうな船がないか探してもらえませんか。船は成功に必要な鍵です。どうにかして手に入れてください。わかった、任せておけ。ありがとうございます。頼もしいですね。船を見つけたら港に停めて、目立つところに指導の枝を置いてください。これを見ればエンちゃんはきっとわかるでしょう。エンちゃんたちが離人閣のそばに着いたら、合図の笛を演奏してもらいます。その直後に白縫さんを助け出しましょう。うまくいけば白縫さんを離人閣の下に連れ出した頃に、エンちゃんとカモさんがそこで待っているはずです。あとは小舟に乗って離人閣から逃げるだけです。ですが先ほども言った通り、これは即席の計画です。進めていくと様々な問題が起きるでしょう。上司の守衛の反応が予想よりも早くなるかもしれませんし、人数が多いこともあるかもしれません。どのみち予想外の出来事は起きるだろうから、ここで心配しても無意味だ。私たちは私たちのできることをしよう。その通りですね。それでは白縫さんへの手紙を用意しましょう。あの次女を連れてきてもらえますか。遅い時間にすみません。実は頼みたいことがあるのです。このお手紙を白縫さんに渡してくれませんか。お手紙？どうかしましたか？安心してお任せください。今朝もリネーさんにお手紙を届けたのです。今朝も？もしかして髪に赤い紐を結んでいるお姉さんに頼まれたのではないでしょうか。はい、藤姫姉さんは縁結びの神姉さんを知っているのですか。ええ、エンちゃんは私の親友です。あ、じゃあ藤姫姉さんと追いつき神姉さんもリ姉さんを助けに来たのですね。その通りです。でしたらお手紙のことは大船に乗ったつもりでお任せください。おあさちゃんはいい子ですね。念のためお手紙を届けたら一度私に会いに来てください。藤姫姉さんは縁結びの神姉さんと似ていますね。ありがとう。ではお願いしますね。この道はさっきも通ったような、いや気のせいかな。なぜ
どの廊下も全部同じように見えるにゃ。このままじゃと藤姫を見つける前に守衛に見つかってしまう。いかいかん、早く見つけねば。この前おあさちゃんが持ってきた紙から藤の花の香りがしていた。今思えばあれは藤姫の香りによく似ておる。香りをたどればきっと藤姫が見つかるはずじゃ。うむうむ、こっちじゃ。こっちから香りがする。ここを左、そして右。濃くなってきたぞ。きっと藤姫はすぐそこじゃ。藤姫、早く会いたい。あと少し。あら、子猫さん。藤姫なのか？なんだか見た目も雰囲気も随分大人びている気がする。もしや藤姫のお姉さんなのか？廊下は危ないですよ。中に入りましょう。目をしておる。藤姫みたいに。エンちゃんみたいに。やっと会えた。ええ、心配かけてごめんなさい。してくれぬと許さんぞ。分かっています。エンちゃんには最初から全て話すつもりでした。カモさんの歌を読んだ時、私はようやく自分が夢の中にいることに気づきました。夢の中で私は若い頃の姿をしていて、まだ指導屋の見習いでした。あの頃は毎日藤の木の下で踊りの練習をしていました。どうすれば人の心を動かす舞台を作れるのか日々考えていました。エンちゃんと出会って友達になったのは夢の中の私でした。よくわからない。夢の中のお主と出会ったというのはどういうことじゃ？
れば、あなたが出会った私は記憶を具現化した幻影なんです。本当の私は事情があって深い眠りについていました。じゃあ我らが共に過ごした時間はただの夢じゃったということか。それは違います。確かにあの時の私は幻影でしたが、エンちゃんと共に過ごした時間は本物です。いつの間にか現実が夢と交わってしまっていました。おそらく夜の楽屋を発動した時でしょう。あの時からエンちゃんや私、そして蜃気楼がお芝居の一部となってしまったのです。それに気がついた私は目覚める決心をしました。自分の力で物語の世界に入り、もう一度物語を演じるのだと。その物語は知らないの物語か。はい、物語の結末を書き換えることができれば、知らぬいを夢から救い出せるかもしれません。私たちも蜃気楼に戻れるはずです。分かったような、分からぬような。要するに我は過去に来たわけではなくて、芝居の中に入り込んでいるということなのか。この吉原は我の知っているあの吉原ではなく、芝居の中の吉原で、そして今まさに知らぬいの物語を演じている。この物語の結末を書き換えられれば元の世界に戻れるということか。正解です。エンちゃんは賢いですね。危険な目に遭うかもしれないので一人で動くと決めました。ちゃんとお別れを言えなくて本当にごめんなさい。結局一人で来たわけではありませんが。まったく、我をもう少し信用してくれ。我にとってこれはいい機会じゃ。もう一度知らないの物語を作り直せるのじゃからの。嬉しいに決まっておる。その喜びに比べれば危険など大したことではない。そうですね。しかし藤姫は本当に姿が変わったの。立派に育ったという気分かな。どういう意味ですか。いや、なんというか、大人になってもっと美しくなったけど、心は我の知っている藤姫のままじゃ。それに何があっても我らはずっと親友じゃろ。難しいです。でもそう思ってくれて本当に嬉しいです。そうじゃ、結末を書き換えるには具体的にどうすればいいのじゃ。知らないはまだ閉じ込められているのじゃろ。はい、昨夜私は吉原の城主様に踊りを披露しました。美人閣から白縫いさんを連れ出すために彼女の解放を城主様に頼んでみましたが、あっさり断られてしまいました。
しかも城主様は白縫さんのことを妖怪だと言い張っていたのです。それどころか今夜兵を率いて離人閣で白縫さんを討ち取ると。なんじゃと？このままでは前回と同じ結末になってしまう。どうすればよいのじゃ。やはり今すぐ離人閣に入って白縫を助けるべきか。おそらくそれしかないでしょう。一つ計画があります。エンちゃんの力が必要になるかもしれません。ああ、何でもする。白縫さんを助けるためにしなければならないことがいくつかあります。まず白縫さんを離人閣の港まで連れ出すこと。これは私に任せてください。でも港に向かう途中で城主の追っ手がかかると思いますので、港で待機して白縫さんが着いたらすぐ船で逃げられるよう手助けしてくれる人が必要です。この役目はエンちゃんにしかお願いできません。安心せよ、任せておけ。我は鴨の義神と共に行動する。このような一大事に主人公がいないなど許されん。そうですね。それから離人閣を離れるまではお二人を守ってくれる方がいた方がいいかもしれません。悲しい結末はもう見たくないのです。間に合うのでしたら戦いに長けている追いつき神が二人の護衛にふさわしいと思います。白縫さんを救い出す時の状況は想像がつきませんが、とにかくエンちゃんとカモさんが離人閣の近くまで来たら夕べの笛の音を合図にして知らせてください。その音を聞いたら白縫さんを救い出します。わかった、カモの義神を探しに行くぞ。はい、どうか気をつけてくださいね。約束通り船を貸してもらおう。お金はちゃんと払うので安心してほしい。それと知らないを心配している気持ちも機会があれば伝える。ありがとう。これで船の問題解決した。吉原の港に泊めて縁結びの神たちを待てばいい。でも太田城主ならともかく、どうして菅原が船を借りているのだ。やはり調べてみた方がいいな。居酒屋で見かけたと主演は言っていたが、どこの店にいるのだろう。まあいい、一軒ずつ探してみよう。空いている船が一隻もない。ここが最後だ。なんとかしなければ。すまない、小舟を借りたいのだが。
なぜないのだ？他の貸船屋たちも、船はすべて太田城主に借り上げられたと言っていた。この店もそうなのか？誰に？太田城主か？菅原？あ、守衛たちが言っていた人か。船で何をするつもりだ？そんなにたくさんの船を一体何に使うのだ？なら、お金より価値のあるものをやるから船をくれないか？お金ではなく、あなたの願いを一つ叶えてやる。ああ、願い事を叶えてやる。だから船を貸してくれ。何のつもりだ？なんだ、そんなことか。願いはそれだけか？何を想像しているのだ？図星か。さっき願いを叶えてやると言ったが、どんな願いでもいいわけじゃない。他の貸船屋を当たることにしよう。ここで失礼する。ん？なぜ急に気が変わったのだ？いいだろう。実力差というものを思い知らせてやる。約束通り船を貸してもらおう。お金はちゃんと払うので安心してほしい。それと、知らぬいを心配している気持ちも機会があれば伝える。ありがとう。これで船の問題は解決した。吉原の港に止めて縁結びの神たちを待てばいい。でも太田城主ならともかく、どうして菅原が船を借りているのだ。やはり調べてみた方がいいな。居酒屋で見かけたと守衛は言っていたが、どこの店にいるのだろう。まあいい、一軒ずつ探してみよう。すまない。ああ、義心。こんなに早く再会できるなんて。どうかしたか？これを見ろ。我が子義心へ。おや、おじさんからの手紙じゃないか。すでに妖怪知らぬいの居場所を突き止めたと聞いた。さすがは我が子、誇りに思う。知らぬいを退治できれば、輝かしい未来が待っているだろう。この時をずっと待っていた。お前のために先手を打った。太田城主が
鴨家の知らぬい討伐に力を貸してくださるそうだ。ことを進められたのも千秋君のおかげだ。親しい間柄とはいえ、きちんと礼を言うのだぞ。喜びのあまり、お前の母はもう宴の準備を始めている。止めても聞こうとせん。早う知らぬいを退治し、己の価値を証明するのだ。そして家に戻ってくるように。おじさんとおばさんは本当にせっかちだね。リのことを両親が知っているはずがないのだ。リの正体を疑っていたことは誰にも話していない、君以外には。確かに我は彼女を疑っていた。しかし彼女の痛みに気づいた以上、決断できなかった。千秋、君なら理解してくれると思っていた。君だけに本当の思いを伝えた。我は間違っているのか。何があっても私は君の友だ。だから友としてすべきことをした。君は知らぬいの正体を突き止めた。彼女を退治すればおじさんとおばさんの願いが叶う。そして君は鴨家で頭角を現すことができる。私はただ君のために利用できるものを利用しているだけだ。それは間違っているか。君は、じゃあリのことは。またあの女のことか。彼女はただの妖怪。これで気が済むというなら別に構わない。義士、よく考えてみろ。分家に生まれた君は名を轟かせる日をずっと待ち望んでいただろう。おじさんとおばさんも若くないんだ。二人は君に大きな期待を寄せている。もうすぐ夢を叶えることができるんだ。知らぬいを退治するだけで。それとも君は、今までおじさんとおばさんからもらった愛は、知り合って間もない知らぬいの存在よりも価値のないものだというのか。一時の欲望のために全てを投げ捨てるつもりか。もしそうだというのなら、君は陰陽師であることも忘れたのか。知らぬいとは何者だ。そして陰陽師の役目とは何だ。君たちは別々の道を歩んでいる。交わることがあっても、いずれまた別れる運命にあるんだ。こんなことは言われたくないかもしれないが、100年後、いや1000年後、君は彼女のそばにいられると思っているのか。義士、目を覚ませ。我は陰陽師になりたくなかった。今さらこんなことを言っても仕方のないことだが、確かに我は計り知れない、そして逃れようのない重い使命を背負っている。己を捨て、言われた通り
一族に名誉をもたらし生きていくのだと思っていた。その通りにしていれば不安に苛まれることもなく居場所を見つけられるのだろうと。しかし彼女と出会ってしまった。あの夜、月明かりが照らす水の上で彼女は自由に踊っていた。その姿はまるで翼を広げる鳥、ひらりと舞う蝶のようだった。あの光景を目にした者は一生忘れられないだろう。一人にしてくれ。聞いて回ってみたが、どうやら菅原の千秋はこの酒場にいるみたいだ。騒がしい、耳が痛くなりそうだ。こういう場所は本当に慣れないな。そういえば私は菅原の顔を知らない。貴族の青年だとは聞いたが、あの人だろうか。どうやって声をかけたものか。やあ。ああ、どうも。見ない顔だな。ここの新入りかな。かわいいね。ありがとう。ちょうどいい。話を合わせておこう。菅原様の注文を伺ってと店長に頼まれたのだが、菅原様が誰なのかわからなくて。そうだったのか。それは私だよ。私は菅原の千秋だ。まだそんなに飲んでないからしばらく注文はいいかな。よかったら一杯付き合ってくれないか。え、でも飲まなくてもいいよ。君と話がしたいんだ。こういう人は苦手だが、彼に聞かなければならないことがある。この表情、助けを求める者の表情だ。放っておくわけにはいかない。単刀直入に聞こう。何か悩みでもあるのか。悩みというほどではないけど、困っていることがあってね。二つの願い事があったとしよう。どちらか一方しか叶えられない場合、どうやってその一方を選べばいいのだろうか。心に従って強く望む方に手を伸ばせばいい。どちらも同じくらい強くて選べないときはどうすればいいと思う。そんな人間には願う資格はない。選ぶことのできない人間は何も手に入れられない。私もあいつも君のようにきっぱりと決断できればこんなことにはならなかっただろう。ん？なんと言えばよいのか。ちょっとした物語を聞いてくれないか。その人には友人がいた。
幼い頃からずっと一緒で、とても仲が良かった。その友人は重い使命を背負っていた。自分自身の志とは真逆の使命に苛まれていた。使命から逃れて自分の夢を追ってくれれば、そうすればその友人は本当の意味で幸せになれるかもしれない。だがその夢はあまりにも儚く見えて、彼の進むべき道ではないのかとその人は心配していた。ずっとそう思い込んでいたんだ。友人は決められた道を進めば約束された幸せを手に入れられるのだから。でも友人の悲しい顔を見たとき、思い込んでいたことが揺らぎ始めた。ただの友人、ただの幼馴染なのに、彼の選択に指図する権利などあるのだろうか。頬が腫れている。殴られたのだろうな。その方は友人に？ん？ああ、別に大したことじゃないよ。さっきも言ったけど、これはただの物語だ。そうか。では感想を言ってもいいか？ああ、もちろん。その前に、これで約束してくれ。百分カルタで。勝っても負けても感想は言う。だが、私が勝ったら、私の前で無理して笑うのはやめてもらう。わかった。約束する。参ったな。無理して笑わないと約束したが、この笑顔はもはや私の顔の一部になってしまっているよ。それでいい。今は心の底から楽しいと思っているようだから、いい。本当かい？それはありがとう。いや、別に褒めてはいない。単刀直入に言うと、さっきの物語は結構ありきたりだと思う。両立できないことというのは誰しもが直面したことがあるはずだ。私に言わせれば、その主人公の二つの願いの根本的な部分は同じだ。え？友人に夢を追ってほしいと思うのも、使命と向き合ってほしいと思うのも、友人に幸せになってほしいからだろう。その気持ちは間違っていない。でも他人の人生や選択に干渉する権利は誰にもない。自分で選んだことならば、その友人も悔いなく前に進めるだろう。だからあなたがすべきことは、その友人の背中を押すことでも止めることでもない。私はそう思う。そうか。私の推測に過ぎないが、その友人とはカモの義人のことだろう。船を借りたのも知らぬいのことと関係があるに違いない。だがこの人は悪い人には見えない。そこまで心配する必要はないだろう。もうこんな時間だ。藤姫と合流しなければ。ではここで失礼する。あ、もう？
もっと話したいんだけど。大事な用事があるのだ。またこの店に寄ったら会ってくれるかな。さあ、楽しみにしてるよ。好きにしろ。そういえば今の時刻は、しまった、縁結びの神と会う約束をしていたのだった。しかし今は彼女に会いたくない。いや、現実逃避しても意味がない。そんなに飲んでいないはずなのに。やっと見つけた。探したぞ。こんなところで酒を飲んでおったなんて。まったく。早く行くぞ、時間がない。どこに？知らぬいを助けに行くに決まっておるじゃろう。早く行かねば。リガ、どうした？道中で話すから、とにかく行くぞ。手短に言うぞ。知らぬいのことを妖怪だと思った吉原の城主が彼女を討伐しようとしているのじゃ。周りを見てみよう。いつもより騒がしいじゃろ。上司は守衛のみならず、民衆まで焚きつけて理人閣に向かわせているのじゃ。このままじゃと知らぬいを助け出せなくなる。手遅れになる前に知らぬいを助けねば。なぜ上司は理が妖怪だと思ったのだろう。藤姫の話によると、上司は親しい者から情報を得たとか、かなり信じ込んでいるようじゃ。確か名前は、あ、そうじゃった、菅原という者が。千秋、なぜ。いや、全ては我のせいだ。彼に李のことを話さなければこんなことにはならなかった。行くぞ。どうした？我は行くべきじゃない。はあ？何を言っておるんじゃ。お主はこの芝居の主人公じゃろ。お主以外の誰が知らぬいを助けに行くというのじゃ。我は主人公などではない。そう勘違いしていたこともあったが、我にはもう彼女に向き合う資格がないのだ。なぜそんなことを言う。李が討伐される羽目になったのは我のせいだ。菅原の千秋は我の友、歌姫知らぬいは妖怪なのかもしれない。そう千秋に話したから上司の耳に入ったのだろう。まさか上司に伝わるとは思っていなかったが、李を傷つけた責任は負わねばならない。知らぬいを見殺しにすることがお主の責任の負い方なのか。何？今
お主の心は乱れておるの。友に情報を与えたせいで知らないを追い詰めたと思っておるのじゃろう。じゃが罪悪感や後悔に苛まれているだけでは何も変わらぬぞ。責任を取る方法は落ち込むことではない。何としても結末を変えることじゃ。ここで悩んで戸惑って酒に酔っていたいというのもお主の自由じゃ。この先今日のことを思い出して後悔したとしても忘れるな。その結末はお主自身が選んだのじゃ。10秒やろう。船に乗らないのなら我が主人公になる。10、9。行こう、理人閣へ。君の方が主人公にふさわしいのかもしれない。我よりもずっと頼もしい。ふん、何を言っておるのじゃ。こんな大事な時にお主が弱気になって逃げてしまっては今までの物語が台無しになるじゃろう。すまない、さっきは少しどうかしていた。我の選択、彼女のためにできること。始まったの。朝ごはんの時間は過ぎたというのにおあさちゃんがここに来ない。まさかおあさちゃんの身に何かあったのでしょうか。何か起きたのだとしたら対策を考えなければ。その子を離してください。ああ、お前は昨夜太田様の前で踊っていたあの。この子が何をしたというのですか。こいつ知らぬいに食事を届けた時に髪切れを隠してたんだ。何か企んでるに違いない。その紙に何か怪しいことでも書いてあったのですか。それは和歌が書いてあっただけ。憂い人とかなんとか。ただの和歌ならばなぜ白縫さんに届けないのですか。白縫さんを慕う者は多いはずです。和歌など毎日のように送られているのではないのですか。それとも閉じ込められている間は歌を読むことすら禁じられているのですか。それは違うが。でしたらその子を離してください。それとその和歌も白縫さんに届けてください。それはダメだ。こいつわざわざ紙切れを腕の下に隠してたんだぞ。ただの和歌だったらこそこそ渡す必要などないはずだ。怪しいネズミは閉じ込めた方がいいに決まってる。痛い。ならば私を閉じ込めてください。なんだと。その和歌は私が白縫さんに書いたものです。あ、お前が
知らぬいに？ええ、知らぬいさんに会ったことこそありませんが、彼女の気持ちに共感しているのです。私の気持ちを伝えたくて和歌を書きました。ええ、知らぬいさんに会ったことこそありませんが、彼女の気持ちに共感しているのです。もしそれがいけないことならば、罰されるのはあの子ではなく私です。ですから私を閉じ込めてください。は、太田様も岩崎隠しも菅原家のやつもお前のことを気に入ってる。俺はただの守衛、お前に手を出すことはできない。だがこの小娘を見逃して知らぬいに何かがあれば、俺は罪に問われてしまう。確かに彼も自分の責務を果たしているだけです。では別の方法で解決しましょう。別の方法？ええ、百分カルタです。昨日太田様が私に負けた遊びです。私が強引にそうさせたのなら、あなたが罪に問われることはないでしょう。分かった。私の勝ちです。ねえ、仕方ない。藤姫姉さん、どうしよう。お手紙を届けられませんでした。それに姉さんにも迷惑を。藤姫姉さんまで危険な目に遭わせてしまうところでした。大丈夫ですよ。おあさちゃんこそ怪我していませんか？大丈夫です。部屋に戻ったら見てあげましょう。あざが残ってしまうと大変ですから。はい。藤姫姉さん、お手紙は届けられなかったけど、どうしたらいいですか？それは心配いりません。え？先ほどの騒ぎで、知らぬいさんは気づいたはずです。自分を助けようとしている人がいることに。ですから、私たちの目的は果たせたと思いますよ。ですが、上司にも気づかれてしまったかもしれません。慎重に動かなければいけませんね。藤姫姉さん、大丈夫ですか？大丈夫です。心配しないで。先ほどの騒ぎは、おそらくもう上主に伝わったでしょう。一刻も早く知らぬいさんを助け出さなければ、彼女を危険な目に遭わせてしまう。力ずくでこの状況を突破したいところですが、追いつき神が帰ってきていない。でも、私一人でも。難しいけれど、不可能ではありません。これは、エンちゃんからの合図ですね。二人はもう着いたのですね。今すぐ動かないと。藤姫姉さん、この笛の音は？ええ、エンちゃんが来たのです。私たちも行かないと。でも追いつき神姉さんがまだ。彼女はきっと戻ってきます。でももう時間がありません。私たちだけで知らぬいさんを助けましょう。はい、
部屋の前にいる守衛のおじさんはどうすればいいのでしょうか。気絶させるか他のところに引きつけましょう。どうやるのですか。そうですね、これがお芝居の中だったら薬か、あるいはいずれにしてもおあさちゃんは知らなくていいことです。とはいえ私にできるのでしょうか。よく聞いてください。これから私たちはこうしましょう。藤姫姉さん、今は守衛が一人しかいません。それにとても眠たそうにしています。ええ、でも近づけば起きてしまうかもしれません。起こしてしまったらもう一人が現れる可能性もあります。とにかく先ほど言った通りに進めましょう。わかりません。とにかくたくさん人が攻めてきました。こんなことをするのは初めてですが、うまくいくでしょうか。でももうやるしかないわ。ごめんなさい。痛かったでしょ。本当にごめんなさい。罪悪感が。藤姫姉さん大変です。また人がたくさん来ます。そんな。おあさちゃん、今すぐ白縫いさんを連れて行ってください。あの者たちは私に任せて。でも早く行って。リ姉さん、行きましょう。え、おあさ。早く、あの方が迎えに来ています。さっき、侵入者が白縫いさんをさらっていきました。本当にすみません。人が多くてよく見えませんでした。あちらへ行ったと思いますが。怖くて動けません。すみませんが、部屋まで送っていただけますか。一人でも追跡する人を減らさなくては。本当にありがとうございます。いよいよ始まりましたね。